結構バランスよくあの栄養をとってほしいなと思うので比較的品数は多く作っている方だなとは思っていて、まあ、その旦那さんがマッチョだったりとか、まあ、あとは6年生の食べ盛りの男の子がいたり、まあ、一番下は4歳だったりするので本当に好きなものとか、まあ、食べられるものとかが、まあ、結構こう違いもあったりするのではい。 いろいろこう栄養を取るのって大変だなって思いながら日々楽しく配食卓を囲んでますせっかくお作りになっておいしそうなサンドイッチどなたかに食べてほしいですね食べてほしいですよ,ですよそれは一番食べてほしいですか庄司さんですかね旦那様うん、まずはだって見てくださいチキンですから蒸し鶏ですよアメリオーン、えー、<laughs> <laughs> 聞き覚えある声が、えー 今なんておっしゃったんでしょ？メキシン。ご自身でお料理を作られることあるんです？あ、僕がですか？あ、子供があの学校行って二人になって、まあ仕事がちょっと遅い時はあの朝食を私が作って作ってくれます。はいとか、そうそうねパスタとか。あ、そうですね。作ってくれます。あとサンドイッチとかもね。サンドイッチも作ってくれます。はい。お願いします。 いいんですかそのままいっていいんですかいっていいですよえどこいっこ真ん中はい普通こっちだよねでもでも俺こっち俺がさ変わって開けてるからこうやって行、うん、けばいいゆ,ゆっくりこう差し出す感じあ分かった。じゃあそこも押さえてもらってはい、はいはい、<laughs> っおいしいお 美味しいこれはうれしい。